エンド FT は1939年から1945年にかけて GM エンドで生産された電気式ディーゼル機関車である。当初は EMC 名義で製造され、1941年以降の製造分は GM エンド名義で製造された。FT は大いに成功した回シリーズ系列の記念すべき最初のモデルである。ミュージアム・オブ・トランスポーテーションに 保存の FT-103 号。EMC は、この103号で全米でのデモ走行を1年間行った。FT が登場した1939年当時、旅客輸送は E シリーズが入れ替えでは、SC 等が導入され、無塩化が始まっていたものの経営の主力である。貨物輸送はまだ蒸気機関車が担っており、この状況はしばらく続くと思われていた。 EMC は1930年代末に567型エンジンを開発し E シリーズで1938年から製造された E3 より採用された続いて EMC では無塩化がまだ先と思われていた貨物輸送用に567型エンジンを使用した機関車 FT を1939年に登場させた EMC は FT-1035 を利用して 全米でのデモ走行を11ヶ月間行い貨物用ディーゼル機関車の売り込みを行った結果14万キロメートルを走行しながら一度の故障もなく走破するという大成功を収めサンタフェ鉄道等西部の鉄道を運行する鉄道会社は砂漠で蒸気機関車に水を補給する苦労から解放されるとして FT を大歓迎した 量産車は1940年から出場し、各鉄道会社に納車されたが、特に、サンタフェ鉄道は、A ユニット155両、B ユニット165両と300両以上、納車された。なお、1941年1月1日に、GM は、EMC と、ウィントンのエンジン部門を統合し、GM エンドとなったため、FT も1941年、 以降に製造分は GM エンド名義となった。FT の成功は貨物列車牽引の分野での蒸気機関車を次々に置き換えるきっかけとなり、また FT をはじめとする F シリーズは21年間にわたり7000両以上も生産されるというアメリカの第一世代のディーゼル機関車として最も成功した機関車となった。 FT は最初に製造された回シリーズのため、下記の通り後継機と比較して特徴がある。また、B ユニットには、車体内側に操車場や車両工場の構内で、使用される簡単な運転装置を備えているものと、そうでないものがあるが FT では、簡易運転装置の設置の有無で外観が異なっている。具体的には、丸窓の設置数が異なっており、 簡易運転装置未設置者は A ユニット同様に中央部に丸窓が4つ設置に対し簡易運転装置設置者は中央部に丸窓が4つ設置に加えて運転装置が設置された箇所にさらに丸窓を1つ追加で設けているため合計5枚の丸窓が設置されているのが特徴である FT の製造期間中第二次世界大戦が勃発しアメリカンロコモティブや ゴールドウィンなどの多くの既存の機関車メーカーのディーゼル、機関車製造が禁じられたものの、GM エンドはディーゼル機関車製造を専門とする機関車メーカーであったために、FT は第二次世界大戦時も感染用ディーゼル機関車として、事実上唯一製作が続けられた。グレート、ノーザン鉄道の FT が牽引する貨物列車。FT は本来、 貨物輸送向けの機関車であった。デンバーリオグランデ鉄道の、FT、5 5が f t 5 4 8 5号が F3 バイトユニットと共に牽引するプロスペクター号。ナンバーボードが改造で大型化されているほか、先頭の A ユニットは4つ並んだ丸窓のうち、運転室よりの1枚がフィルター号市場になっている。3両目の F3 との床下機器の違いもよくわかる。 前述の通り FT は貨物輸送用に設計されており、また旅客列車牽員には E シリーズを用意していたため、FT は暖房用の蒸気発生装置を持っておらず、蒸気発生装置を設置するオプションもなかった。しかし B ユニットの後部には空きスペースがあり、いくつかの鉄道会社ではここに蒸気発生装置を設置し、山岳路線等にて、 旅客列車の牽引にも進出した。例えば、ロッキー山脈を縦貫するサンタフェ鉄道では1945年に旅客列車牽引に対応した FT-167 号の40連が L キャピタンを牽引したり、同じくロッキー越えの路線を持つデンバー・アンドリオ・グランデ鉄道も FT が旅客列車も牽引した。 旅客輸送向けに改造された FT の事例を参考に、GM エンドでも F3 以降の機種では、旅客輸送向けに蒸気発生装置をオプションで取り付け可能とし、回シリーズは各客双方の輸送で活躍することとなった。FT の数少ない保存者、SBC-2203 5 FT は、F シリーズ中3番目に多く製造されたものの、製造時期が古く、 ロードスイッチャータイプの GP7 や GP9 に改造された車両もあるので現存者は少ない。イギリスで制作されたアニメ、チャギントンでは、この機関車をモデルにしたウィルソンという名前のキャラクターが、韓国で制作されたアニメーション、キテ,ティポティティポでは、この機関車をモデルにしたジェニーという名前のキャラクターが、それぞれ登場している。ありがとうございます。